はい、ユッキーのタバコ、喫煙動画、今回も始めていきたいと思います。今回は、ドミンゴのオリジナルです。40g 入ってます。ペーパーが、ドミンゴのペーパー入ってました。よいしょ。それでは、ドミンゴのブラックとどう違うのか。してみましょう。よいしょ。ほぐして。今回も使うペーパーは、チェの、ペーパー、付属ペーパー。よし、それでは吸っていきましょう。ほのかな甘みと、わりかし強い酸味あります。ただ、ドミンゴのブラックと何が違うんだろう、これ。肺喫煙したときに、この喉のイガイガっていうのもありません。ということは軽いって感じなのかな。いまいちその解釈として、軽いタバコと重いタバコのその定義が、俺がする定義はあれなんですよ。ここの喉のこう通り。ああ。喉の通りは実に、まるでないですね。すごい。スムースな。香りが若干あれか。ドミンゴのブラックの方が香りが、強い。でもまあ普通に美味しいは美味しいですね。普通にね。まあでも、ドミンゴのオリジナルとブラックだったらまあでも、ブラックの方が美味しいんじゃねえか？多分美味しいと思います。何が違うかというと香りぐらいですかね。香りがちょっと、ブラックの方が香りが強い。で、なんか、割と濃厚な香りがしますね。オリジナルは、香りがちょっと、ブラックに比べると弱い感じ。がします。でも基本的に酸味も割と強いし、で、甘みもほのかにするんです。
そんなぐらいかな。まあでも普通ななんか、あれですかね。まあ、タバコ、手巻きタバコとしてはまあ普通な感じではないですか。かといって、チェみたいに、まあ、値段がこう、お試しで買うにはちょっと値段が若干高い。このドミンゴはね、若干高いですよね。で、突飛ななんか、香りもない、香りもないし、まあ、風味というか、その、味というか、ね、重さというか、そこも、大して強くもないし。うん。まあ、至って普通のなんか、香り、味。って感じですかね。うん。結局重さっていうとさ、まあ、タールチみたいな感じだよね。だからショートピースをさ、排気栓するときと、あとその1ミリのタバコ、1ミリのタバコを排気栓するときとだと、全然その喉のカーってなる感じ。ここ排気栓するとこう入れるじゃないですか。で、ここの喉のあたりに、すげえ、カーッと来るんですよね。ショートピースとかなんて、排気栓した時にはもう、した日にはもう、あれですよ。ワンパンで、ね、ヤニクラが起きるという。でも若干あれか、若干、ちょっとイガッとはしますけどね。ブラックは一切イガッともしなかったんですけど。こっちは若干イガッとはする時もありますね。イガッと度数。イガッと度数2ぐらいだね。10点満点中、イガット度数。いや、5つ星中で2ぐらいじゃん。イガット度数。ドミンゴのブラックはあれ1です。イガット度数。でも、まあ、どっちもぶっちゃけた話。もう別に買わなくていいわっていう感じ。うん。別にわざわざこれ選んで買うかって言われると、いや、買わねえなって感じですけどね。ああ。わざわざ選んでこれを買いますかって言うと、ああ、いや、買いません。即答するレベル。ですね。まあ今度買うときはあれだな。何買おうかな。バージニア 100% のやつ買うか。まあペペかゴールデンバージニアか。てかゴールデンバージニアあれ確か100% バージニアじゃなかったと思うんだけどな。うん。まあ、でもメジャーではありますからね。一番なんか手巻きタバコで吸われてるのゴールデンバージニアぐらいじゃない？一番メジャーな。ドミンゴと、じゃあドミンゴじゃない、ドラムとゴールデンバージニアの2強あたりじゃないですかね。一番。あとチェか。あとチェね。
この3つぐらいでしょ。一番なんか人気があるっていうかね、やつだと。まあ今度ちょっと買ってみます。うん。まあ、まだね、いろいろまだ、吸い終わってないやつが結構あるんで、まあこれをいかに消費してね、やるか。まあこれも三つ星でしょうね。うん。ということでご視聴ありがとうございました。